性の性がテータリカ。アイテム番号 SCP-1300-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1300-JP は滋賀スタン共和国政府の協力のもと、遺跡保護の名目で財団が収容しています。SCP-1300-JP-A は一体ずつ高温焼却炉で処分します。説明。SCP-1300-JP はカスピ海北東のシガスタン聖堂遺跡内で、大離れ用、聖がテータリカ、の死体、SCP-1300-JP-A と指定、が、約、とお参りの頻度で出現し続ける現象です。出現の瞬間は何もない空間に黒い穴が開き、死体が現れて床に落下します。SCP-1300-JP は2015年にシガスタン聖堂遺跡の一部が倒壊したことで発見されました。瓦礫の中から見つかった、塔の SCP-1300-JP-A が倒壊の原因だと考えられています。SCP-1300-JP-A を焼却、粉砕などの手段で処分する際、周辺の人物は悲鳴や断末魔の幻聴を耳にします。複数の個体を同時に処分した場合、数の増加に伴い幻聴の規模、種類が増加します。第一次処分の際は処分上半径約、KM にいた一般人を含む、名が被害を受け、最も近くにいた処分担当者たちは無期限療養中です。以下は SCP-1300-JP-A の主な共通点です。年齢1から2歳。メス。円で構成されたシンボルが刻まれている。原始的な外科措置による心臓の摘出。死後間もない。脚柱。1一般的な大離れ用の寿命は5、15年。